じゃあ今回は、皆様に、トマティからお話がございます。じゃあここ1年ぐらい動画出てなかったけど、じゃあ何があったのかっていうのを皆さんに説明してください。どうも皆さんお久しぶりです。トマティです。僕、トマティの今後についてなんですけども、僕、大学通ってたんですけど、やりたいことが見つかって別に、大学に行ってて学んでることとか、こととは別に、またやりたいことが見つかって、そのために今新潟に住んで新潟で働いてます。なのでなかなか時間作ることも難しくて、なかなかみんなと動画撮ることができないっていうのが現状です。そこでこのまま6面セッションに残っててもリスナーさんにも心配かけるばっかりだと思うし、ここにいるメンバーたちにも迷惑かけちゃうと思うので、僕は6面ステーションを抜けることを決めました。はい。まあ、話した通りなんですけど、まあみんなで話し合って、この現状じゃダメじゃないかなってなって、トマティを6面ステーション、まあ、卒業という感じで、抜けることになりました。別に仲悪いとかじゃなくて、まあやりたいことが彼にはあって、まあそれと両立していくのは、まあ難しいっていうのもあるし、このトマティのが1年出てない状況で、まあ動画では全く言わずに、まあ心配をかけさせてたっていうのもあるんで、まあそこは申し訳ございませんでした。すいませんでした。で、まあ今日はこんな報告動画ですけど、明日はもう最後の6面接種4人で、普通のいつも通りの動画で、まあトマティをね、お見送りしようと思うので、まあ、ぜひ楽しみにしててください。ということで、ご報告でした。